するしない。対局中ものすごいお顔をしてる時がありますが、ご自分で分かってたりしますか？分かってるかい。逆に変顔するジャージさんみたいなことをしたいと思いますか？ものすごいお顔してるんですか？知ってるでしょ。でも私もなんかこう対局中の顔とか悲しそうな顔してるよ、はるちゃんは。うっそ、すっごい目見開いててめっちゃ怖って思った。うそ、はるちゃん結構悲しそうな顔してる。なんかプリンセスリーグでこう自分の対局してる時のこうやってやってる時のをパシャパシャって撮られて送られてくるんだけど、一つも載せたくなくてすげえ怖いと思った。いいなよ、カメラマンさんに頼みない。あの4人でこう写ってるやつはちゃんとなんか顔作ってるし、ちょっとニコッとしてるからいいんだけど、もでもさ、マージャンやってる時にさ顔も作れるってプロよね。私ごめんなさい、ごめんなさい、無理だったの。もうね、そんなこと顔作ってるあれが余裕があるんだったら8000点くださいと思って本当にもう無理無理、本当にだってさ、このひとはんちゃんとかの結果で次の何かが変わるのよ。変わりますよ。準決勝いけるとか、タイトルが取れるとか、何かの出番が増えるとか、そういうのをやってる中でできないよね。できない、無理だ。だからもう私は本当にもう本当気持ちこもってやってるってことだけ分かっていただければ、あの怒ってないことは高い声で分かると思うんですよ。あ、はやさん今日も絶好調で高いねみたいな。頑張ってんな。はい。だからそこで感じ取っていただければと思います。はい。楽しく拝見しています。ありがとうございます。僕は自宅の部屋で全自動麻雀卓を所持しているので、すごいね。すごい。時々友人やら職場の同僚や。同僚や同僚や上司を招いて麻雀大会を開催したりしていますが、マジか、すごい。大体半チャン6、7戦8時間から10時間で疲労困憊になりなるでしょう。分かる分かる、終了してしまいます。日向プロは公式戦やプライベート含めて1日で何時間ぐらい連続で投牌できますか？また長時間の投牌でも集中力を持続させるコツなどありましたら教えてください。リーグ戦がさ、はい、4半チャンありますね。あれで息切れするんです。私大体12時から、まあ、7時前後ぐらいですか。7時ぐらい、あれで息切れするんです、私、はい、つまり、うん、教えてほしい。逆にね。いやもうさ、1日でさ、6回とか7回打つのあるじゃないですか、たまにありますね、勝ち残ったら次行けます。はい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 、それはもう辛いんだよね。うん、持続させるコツ、はい、なんだろう、甘いもの取るよね。あ、糖分ですか。いつも私ホワイトモカ飲んでる。飲んでるね。甘ったる液体飲んで、やって、また次やるみたいな。糖分大事。さあちゃんは？え、私？集中力持続か。何半ちゃんいける？この前のなんだっけ、4半ちゃん女流をやった後に、3半ちゃんやったかな、セット、で7だ、7でも、毎回なんだろう、ちょっと伸ばしてる体、ストレッチ、始まる前にこうなんだろう、こうしてこうしてなんか腕動かしてる、うにゃうにゃしてるすごい、多分なんだろう、リーグ戦とか女流リーグとかやってる時に、開始するときに困ってるんで、待ってる間になんかこんなことやってます。ストレッチ大事なんだ。多分体を動かすのは結構大事かなとは思います。じゃあそれもおすすめです、なんか集中すると本当に体固まって動かなくなったりするんで、対局中に動くのもちょっとあれだし、動かすのも大事かな。やってみてください。はい、自分の手に集中してしまい、手出しつもぎりを見逃すことがよくあります。忘れずに手出しつもぎりを確認するいい方法はありますか？あるよね。あれって問い落としだったのかなみたいな、あるよね。あります。だから全部見ようってするのはね、ほんと高度だと思うんですよ。村上さん全部見ろ、覚えろって言ったじゃん。出ました。だってさ、今日のお昼 何食べたかも分かんないのにさそんなさ、一個一個手出しつもぎりって全部言えないじゃん。昨日の夕飯何食べた？昨日は肉を。でしょ、それぐらいのレベルですわ。そうなんです。肉食べたのね。肉食べました昨日とか、そういうね、
プロへのあれだとかなり厳しいことを言ってると思う、うん、でもあれはトッププロだからきっとね、うん、すごい訓練して、うん、かなり厳しい、うん、いろんなものを乗り越えた結果習得したんだと思います、はい、だから、うん、大事なとこだけ決めましょう。なるほど、全部じゃなくて、そう、なんか統一でね、うん、なんか並べちゃった牌があれがつもぎで引き出しなのかとか、うん、両面形で6、7って捨て牌で並んだそれは手出しなのかつもぎりなのかぐらいだっけ、大事なのだけ見ましょう、うんうん、全部は無理か、いきなりは、いきなり全部はね厳しいよ、まあ、無理ですよね。私もなんかたまにあれちょっと待って、あれ確かこうだったよなみたいな、たまにこう予期せぬところからリーチって来られた時にこっちすっごい見てて、あそこのウーピンどっちだったっけとか、あるある、思う時あって、だからちょっと一度慣れてきたら増やしましょう、うん、なるほど、うん、いきなりじゃなく、まあ、大事なとこだけ、大事なとこだけ、うん、見て、さあ、麻雀プロとはどうやって生計を立てているのですか。小5の娘が麻雀プロになりたいと言い始めていますやったぜ、なんてこった、やった、嬉しい、すごい、小5って11歳ぐらい、そうですね、の女の子、娘だもん、お父さんかお母さんに言ったのかな、私将来麻雀プロ、でもお父さんかお母さんがすごい麻雀いっぱい見てないとこんな風にはならない、そうだね、英才教育だ、生計を立てて、私ね、もし女の子が生まれたら、うん、麻雀プロにしていいと思ってます、あ、そうなんですね、だって欲しいと思う、なんかなかなか結構みんな麻雀はちょっとみたいな人多いですけどね、身内は結構、うん、ほら、はるちゃんもそうだけど、うん、自分の子供は嫌って言うじゃん、うん、私は逆で、うん、やりたいならやりな、いくらでも相談乗れるしみたいな、でもその分スパルタだと思う、そうですよね、あなたになりそうだなと思ったんですよ、ね、うん、中途半端な気持ちだったら止めたいけど、うん、本当にやりたいって言うんだったら、うん、私のやってきたこととかが力になるのは手伝う、なんかその女の子も、どんなプロになりたいのか、どんな風にね、誰が目標とか明確にもしあるなら、うん、その人がどんな活動してるのか調べるといいよね、あ、そうですね、そう、まずね、で、本当に今麻雀界どんどん明るくなってきてて、M リーグだったり年俸制もありますし、麻雀教室の先生とかも本当に増えてて、クリーンな世界が本当に増え、ね、はい、増えてるんですよ、だから今こうお子さんが麻雀プロになりたいって言ってくださってるってことは、きっとご両親もどちらか麻雀できるってことなんですね、うん、で、そのってことはお父様やお母様がちょっとその協力ができるっていうね、うん、結構面白いですよね、普通のサラリーマンでサラリーマンになりたいからサラリーマン教えてって言っても結構難しいんだけど、いや無理ですね、麻雀はね、その協力とかもできるから、うん、いろんな意味で職業になるというかお仕事になるコンテンツかなと、今後さらに、うん、で私みたいに麻雀プロで YouTube もやってますみたいな人もいるし、うん、YouTuber で麻雀プロとかなかなかほらレアケースだけど、今後そういう子も増えるかもしれない、そうですよ、だから結構ね、どんな風になりたいのって聞いてみて、まずね、小5だったらもう麻雀どんどんメキメキ強くなれると思うんですよ、伸びしろあって、はい、だから麻雀強くなれるようにご両親まず協力してあげて、それでその彼女がもうちょっと大きくなった時に本当に麻雀やりたいのか、うん、それともいや私はやっぱり本当はお花屋さんになりたかったのみたいな、でだってそっち行ってもしょうがないんでなんかもう本当にそのままの夢があるんだったら、うん、ぜひ応援してあげてほしいなと思います。ハルちゃん麻雀プロになるって言った時ご両親の反応は、え、別に、うん、受けるみたいな、なんか多分なった後に言ったと思う、麻雀プロ受けますみたいな親に言ってなくて、でもなんかやるのにお前それはやめなさいみたいなことは言われたことはない、何する時もあ、でも8年前ってきっとそうだよね、うん、なんかでもどっちかよね、本当にいやもう本当しっかりした職業ついてっていうご両親もいれば、うん、あなたのやること反対しないわよって言って見守ってくれる、どっちもありだと思うんですけど、うちはねお母さんはね、うん、あ、すごい、それ、何ってまあそうですよね、まあ、分かんなかったから、うん、すごいけど、まあ打ってるのね、うん、お父さんは、うん、いや、向かないから、うん、なんかもう早めに裏方に回れって思った、裏方、
打ち手としてお前は輝けないから、うん、裏方に回れ、うん、ま、間違ってるよ。麻雀打っててもいいけど、うん、仕事でもいいけど、うん、表舞台には立つな。お父さん YouTuber になりました。お父さん。はい、こんな感じです。YouTuber ひなたん大好きです。ありがとう。YouTuber として話術を磨き、他団体含めいろんな公式対局の実況のお仕事をしてほしいです。そこで質問です。今まで実況のお仕事をしててやりやすかったな、面白い視点で喋るなって思ったプロは誰ですか？できればズンタンセイちゃん以外のレアキャラだと嬉しいです。面白いの、まあ、大井さんの引き出しの多さは面白いんですけど、うん、面白い視点で喋るなっていうよりも普通にこう実況でかなり、あ、この人の解説好きだなって思うのは石橋さん。石橋さん の、はい、あの解説は本当に分かりやすいし、うん、優しい口調だし、うん、かなりこう入ってきやすい、うん、聞いてて聞いてて分かりやすい。そうだからかなりおすすめで、うん、逆になんかこの人すごい面白いな、今度面白さ重視、うん、で行くんだったら、うん、あの井出さんとか、あ、へー、浩平さんとかは一緒に、うん、あのアベマの番組やってたけど、うん、芸人麻雀、もうあれは本当面白くて可愛い、可愛い感じ、可愛い、可愛い、愛くるしい、あの人は、あ、そうなんですね、先輩ですけど面白いです。あ、私より倍以上喋ってくれるんです。すごい喋るね。まあ大井さん1個倍ぐらいなんだけど、うん、もっと喋るね。で3倍ぐらい喋ってくれる。日向さんは開局の時深々と頭を下げて挨拶していますけど、麻雀を始めた時からですか、それとも何かきっかけがあったのですか。あれめっちゃ好きです。それとサイコロを押す時目を閉じている時がありますけど、何か考えているんですか。あれも好きなんです。好きなとこばっかりです。ありがとう、うん、お辞儀はね、深いってよく言われる、うん、サイコロを押す時結構目つぶってます。よく見てるね。すごいな。これね、どっちもね、うん、あのお願いしますっていう時ね、うん、多分ね、手がここら辺につくぐらいまでやるんですよ、私、うん、で、何考えてるかっていうと、うん、さあ始まるぞって感じもそうなんだけど、うん、あの、一回そこに座ってることに感謝してる。あー、いつも、まあ、何の対局でもそうです、ね、うん、感謝してて、うん、で、最高位戦のリーグ戦とここに名札つけるんですよ。つける。で、テレビ対局はここに名前が載るんですよ、はい、卓上に。あれを見てます。ここに座ってる自分を実感してるってことですか。じゃなくてね、不思議な感覚かもしれないんだけど、うん、親からもらった名前だ、親にも感謝しようって思ってる。そんなこと考えて頭下げてる。変態でしょ、アイコ。びっくりしました。だから本名だから、うん、親がさ、愛着持ってつけてくれた名前だって思うじゃん、うんうん、一瞬親の顔がよぎってるね、あの時だから。ちょっと変態なの。よろしくお願いしますって、ここにこうやって戦うことにありがとうございますと、うん、こうやって名前見て、うん、あー、この名前だ、うん、お父さんとお母さんがつけてくれた、うん、両親のためにも頑張ろうみたいなって思ってるの、あの時だから。あんな深いし、ゆっくりやってるだからね、そういうとこ変態なんで、そういうとこを大事にするので、サイコロ振るときは、あの、いい手が来ますようにとか思わないようにしてる。普通にその前の曲も全部一回リセットだし、うん、ここからまた自分の手、しかも親だからさ、うん、手が来るから、うん、ありがとうございますって、もう声に出して言ってる、よく。え？サイコロ振りながら聞こえないぐらいの声でありがとうございますって言ってる。みんな見てください、目閉じながら口も動いてる。それか目開けたまま、ちょっとってありがとうございますって言ってる。だいたい感謝してる、なんかに。手が悪くてもありがとうございますって言ってる。でもちゃんとなんだ。何そのオチと思ってたよね。いや、 MC 触れねえから。あ、そっか、そうだね。そうカチャってやるだけですよね。ぜひ、あの、口元も見てあげてください。そうやって言ってます。ありがとうしてるかも。結構変態なこと考えてます。はい、面白い。よく見てますね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter もフォローしてね。